Bürger. それは俺がやることだ。 炭になるがよい。了解、前線、情報より集中浄化。
防御することに。ウリトラ復活に備えし我ら貴様ごときに関わっておる暇などないわ。これ以上、あやつを野放しにしては、大回転に支障をきたす。よい、悪鬼不滅、決中。Yeah!
ントラチャンバー室に侵入者あり。それは神民より捧げられし魂から生まれたマントラよ。まさしく魂を天へと導く船というわけじゃ。ふざけた真似を。
が船団をここまで追い詰めるとは。なぜじゃ、お主なぜここまで強くなった。原始極まる肉弾戦をこのわしが受けると本気で思うておったか。歓迎せよアスラ。なくして勝利なし。手だものが幅を利かせた時代はとうに終わったのだ。ん？何が？おお！よってようやく世界は安定した秩序を得るのだ。そして何よりお主の娘ミセラ様の力がそれを支えておる。待てというに、何時とてこの世からゴーマを滅するために戦ってきたのじゃろう。それが間もなく叶おうというのだ。大回転がなされればもはや誰も犠牲になることなどない。そう、世界はブリトラの脅威より解放され、永遠の楽道。世界の話は聞き飽きた。やめろ。奴が気になるか。心配はいらぬ。殺したとて死ぬ玉ではあるまい。それでこそ我が求めた相手よ。
カルルを倒したアスラ、次に現れたのはかつて死と仰いでいた男ウォンです。アスラはカルロとの戦いで傷んだ肉体を休めながらボーナスと昔を語らう。それがほんのひとときの休息だとしても。